教職教養トレーニングノート第10回教育心理の2ではお手元の資料16ページをご覧になってください。今回も予想問題を順番に解説を加えながら理解を深めていきたいと思います。 では問題の1番次の書く文が正しいものには丸を誤っているものには×をつけよこのような正語問題でこの1から5の問題文章を見ますと人の名前が書いてありますから人と業績を正しく結びつけて理解できているかどうかが問われているわけですでは順番に行きましょう1 ユングは日常生活について何に価値を置くかをもとに6つの方に性格を分類したですからこれは性格の理論の話になるわけですで日常生活皆さんだったら何に重点を置きますか例えばお金が大事っていう人もいれば美を追求したい芸術家タイプの方もいらっしゃるでしょう そのような日常生活のに何が大事かっていう点でで性格って分けられるんですそれを唱えたのは実はユングではなくてシュプランガーという人ですからこの1の文章は誤りりになりますでは2番「シュプランガーは」と書いてありますからもうこれで間違えてわかるわけなんですが読んでみましょう「シュプランガーは基本的な性格特性として16個を指摘した」。 性格を表すときにいろいろな表し方があるだろうと思うんです例えば私は典型的な A 型ですっていう方あまりいませんけれども典型的な何型っていうふうに分ける場合それが性格の類型論典型的ないくつかの方に当てはめて理解するので非常に分かりやすいです私 A 型よ私 B 型よって感じですね ですけども実は個人差が非常に大きいので類型論ではなかなか説明しにくい。ということで今度は性格を構成する基本的な単位これ「性格特性」というんですがそれで性格を理解しましょうというものを全部まとめて性性格の特性論と言いま,すまあ一般的にこの2つに分けられるわけです。 で括弧2番の問題を見ますと基本的な性格特性として16個を指摘したっていうんですね性格を16個の単位で理解した人実はこれはキャッテルという人人物物ななんでですす性性格特性論の代表的な人物ですこのキャッテルの16個をもとに作られた性格検査これが 16PF16 16性格特性検査といいます。 ですから性格の類型論は理解するのは分かりやすいんですが一方特性論の方は性格検査に応用されているものだと思ってくださいですから2番は誤りです、3. シェルドンは性格を内臓緊張型身体緊張型頭脳緊張型に分けたこれは先ほどの類型論に当てはまります。でここのののシェルドン文のの文章章正しい文章で あの体私たちの体格によって性格が違うよって言った方の2人いるんですがその1人がシェルドンシェルドンは一般成人今日この動画をご覧になっている皆さん方のような健康な成人の体型体格をもとに3つに分けてそれに性格を当てはめた人なんです。では4番 カッコ4キャッテルは神経症傾向と内向外向の二次元で性格を捉えようとしたキャッテルは2番の文章を作った人ですから文章に対応しますから誤りなんですねで、神経症傾向と内向外向の二次元で性格を捉えようとした方これがアイゼンク先ほど書かなかったので書いときますねキャッテルの方の 理論を元にしたのが 16PF という性格検査それに対してこの問題文4はキャッテルではなくてアイゼンクアイゼンクが作った性格検査モーズレイ性格検査で MPI といいます。 アイゼンクですから E が頭文字になると分かりやすいんですけども M が頭文字になってます。これはアイゼンクが勤めていた病院の名前モーズレイ病院とといいうことで M がついてます神経症傾向と内向外向内向外向だけであればユングという人が心的エネルギーであるリビドウがどちらに向かうかということで分けたわけなんですがここには神経症傾向という2つの次元になっていますのでユングではなくて「 アイゼンクになります括弧5クレチュマーは精神疾患の患者の病気と体型との関連をもとに性格を分裂気質相打つ気質あるいは循環気質粘着気質に類型化した本当にこれは正しい文章で類型論の中の代表といえるような理論でしょうクレチマーさん精神科のお医者さんです で精神病院に入院している患者さんの病気と体型との間に関連性を見出した。で、えー、っとかつては精神分裂病と言われましたが今は統合失調症の患者さんはガリガリなんですね私みたいな。そうすると私みたいなガリガリな人がみんながみんな統合失調症になるわけではありません。ででも統合失調症的な部分を持っていいるととうことで 細い体型の人を分裂気質太った方を相打気質粘着気質あるいはもう一つスポーツマンタイプの筋肉が発達した方この方を粘着気質この3つに分けたんです非常に一般的な非常に有名な類型論ですでは2番の問題いきましょう次の各文と関連する検査名を選びなさい で1から6あるんですが性格の検査が出てきてきます性格検査のは正式名称と略称どちらで出てくるか分かりませんので面倒ですけども両方で覚えてくださいで1家と木と人の3つのモチーフを描かせる「家と木と人テスト」というんですが「家と木と人」それぞれ英語の頭文字を取って「h t p テスト」と言います。 あのー、実のなる木を1本鉛筆で描いてくださいという検査がありますあれはバウムテストバウムテストは木だけだったんですが HTP テストは木に加えて家と人モチーフが増えてきますからより多面的に性格を調べることができます。2. 欲求不満状状態のの況を線画でで提示し自分ならその場で何と言って返すかを吹き出しに回答させる。 なかなか分かりにくいというイメージしにくいかもしれませんけれども例えばこんな検査があるんですね。線画で書かれているので細かいところわからないんですがここに吹き出しになって前の人の人帽子が邪魔にになって見えにくいでしょうと,書いてあるんですとなると女性と男性2人が四角くなっていますから映画館か劇場かなんかに来られたんでしょう。 そうしたら男性の目の前に帽子をかぶった人がいて男性が見えにくいそこでスレの女性に頭をくっつけたその状況だと思うんですねその時に女性から前の人の帽子が邪魔になって見えにくいでしょうと言われたら皆さんがこの男性だったらなんと答えますかというような欲求不満状態に置かれた時になんと答えるかを会話形式で調べていくものなんですこれ PF Study 絵画欲求不満検査と言います。括弧三、百二十個の文章が当てはまるかどうかをもとに。十二個の性格特性の強弱がわかる。これは性格の特性論を唱えた。ギルフォードという人の理論をもとに作ったもの。ヤタベ・ギルフォード性格検査、略称は Y. G. 性格検査と言います。人中では、いつも後ろの方に引っ込んでいる。 当てはまりますか違いますかそれとも決めかねますかって言うんですこのような文章を百二十個提示して十二個の性格特性の強さバランスが分かってきます括弧四未完成の文章に補った言葉から性格像を解き明かすこれは SCT 文章完成法検査と言います子供の頃私は とといいいうう書き出した後に何という言葉を補いますかそこから皆さんの自分のことをどう捉えているかあるいは人間関係どんなのかっていうのが全部で60個の文章を作ってもらって分かてくるんで「すすね明らかにでできるん550個の文章に対する回答から性格の異常性の有無を検出することを目的とする」非常に多いんですが550個も質問文があるのは1つだけです。これが MMPI 先ほどのアイゼンクは MPI だったんですけど今度はハサウェイという人が作った MMPI M が2つになってきますからここはちょっと気をつけてください間違える方いらっしゃるんですね似ているので MPI は皆さんのようなごく一般的な方です MMPI は例えば質問文の中に 私の魂は時々体から抜け出していくというようなものもあるんです。なかなか抜けませんから、自分たちとはちょっと違う人ということで性格のアブノーマル異常性を検出するのが目的なので、M が1個と2個は全く違うものですからお気を付けください。で最後絵を見て空想物語を語らせる p a t 会がえっ、ー、と、えー、主題統合検査ですね。あの絵を見て 語ってもらった話から皆さんの欲求が分かってきますこのような多様な性格検査まず正式名称と略称とどういう内容なのかその3つを結びつけておいてくださいでは3番に行きましょう16ページの3番の問題次の各文が正しいものには丸を、誤っているものには罰をつけなさいということで正誤問題よくある形の問題ですね でこれを見ますと不適用コードがいくつか出てきています。その名前内容が合っているかどうかが問われています。で、括弧一番です。選択性閑目の子供は話す意思がないので、子供が話すように教員からの積極的な働きかけが必要となる。これは幼児期に多いものです。例えば幼稚園保育園 小学校に入園入学した当初全く話ができない子って時々いるんですねただその子はうちでは多くの場合ご家族と普通以上にいろんなお話ができるんですでも幼稚園保育園学校に来ると話ができないですから話,がする話をする能力がないわけではない話せない とということはつまり緊張感がも元にあるわけですねですから意思がないのではないですし話してごらんというような働きかけをするよりは自由に自然と話せる環境づくりを心がけてあげてください。に思春期の女子で多く認められる摂食障害に過食は含まれない。 かつて摂食障害は神経性食欲不振症という名前で呼ばれていたこともあるんですがそうすると食欲不振つままりりだけのようなイメージがありますでも摂食障害は健全な食行動ができない場合全てだと思ってくださいですから食もあれば過食もあります過食して下剤を飲む方あれ過食してから人為的に嘔吐する方 食べる時いっぱい食べるけども全然食べなくなったりというような方も全部含んでこれが接触障害思春期のの女子に多いものです3番目「チック」は幼児期の男児に多く認められ体の一部の神経が本人の意思に反して勝手に繰り返し動いてしまうことを特徴とする3番は正しい文章です。チック これは実は多様ななな症状が出てくくるのでなかかなか理解しにくいかもしにいもれません一番多いのは緊張すると目をパチ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 瞬きをする肩ピクピクさせるあるいは白目を向くとかあと鼻を豚のようにブーブー鳴らすとかいろいろな症状が出てくるんですね。男の子に多いですで、えー、とチックが運動神経に起こると運動性チック例えば目パチパチ肩ピクピク。 で口の周りに起こるとあの例えばあの舌を出したりその場にふさわしくないような言葉を言ったりその運動性と音声性両方を合わせた場合は診断面が変わるんですねその場合には「トゥーレット症候群」という名前になってきます。ジル・トトトトゥゥレレッッといいう医者の名前をが頭に来ていますトゥーレット症候群 4アパシーは男子大学生に多いもので不本意入学などが背景にあるとされるこれ正しい文章なんですね大学には来るんですただし授業には出ないでもサークル等に行くあるいはアルバイトはいつも以上にできるですから生きる意欲がなくなったわけではないんですが勉学にのみ意欲関心を失っちゃうんです女子大学生にはほとんどいないです男子大学生だけなんです 理由の一つは不本意入学偏差値による輪切りによる進路指導なんかもあるでしょうあるいは皆さんも大学入る前いろんな夢を持っていたと思うんです大学入ったら何しようさらには大学出たら何しようというそのビジョンがないことが指摘されています。5. パニック障害では外出先でパニック発作が起きたことから外出,外出ができなくなってしまいます。 いろいろな症状が出てくるんですがこれは心臓がドキドキしたり汗が出てきたりあるいは呼吸がが困難になったりいろ,いろな発作が起きてくるんですねその発作が出てくると緊張して困る恥ずかしいですから人混みでいる中に行くのが非常に嫌になってしまうそういうことで外出ができなくなってしまうものなんです。 で4番目いきましょうか大きな4番次の各文と関連する事項を選びなさいということでここでは10個具体的な行動が書かれていますこれがどういうことを表しているのかというわけなんですが順番にいきましょう1番教室がが寒すぎて試験に集中できず結果が良くなかっったたと言い張ったもっともらしいですね。 あの私たち教員からするとそうかちょっと寒すぎたからよ,よくなかったかななんて反省しちゃうんですが実は勉強不足でしょうですから第三者が聞いたときに最もらしい理由付けをするものこれが合理化にあたります。カッに勉強が思うようにできなかったので受験すること自体をやめてしまった。受験あの試験を受けて落ちたら嫌だ恥ずかしい。 ですからそれを避けちゃったんですね逃げたわけですねですから逃避が当たります3性的な欲望をスポーツで発散させた性的な欲望だけではなくて攻撃欲求これはあまり強いと良くないものですよねそれを抑え込もう抑え込もうと思っていてもなかなか抑え込めないその吐け口としてスポーツあるいは放課後の部活などで発散する場合 これは社会的に認められたものですから源は違っても出る方向としては望ましいですねこういうのはサッカー部と野球部の両方とも魅力的でどちらに入ろうかと迷ったこちらもいいこちらもいいでもどちらか一つしか無理よっていう場合があると思うんです。それは接近接近近型のコンフリクト コンフリクトは葛藤と言ったりしますね A と b 二つが魅力的な場合、まあ、比較的解決は簡単かもしれません二つの大学に合格しましたさてどっちに入学しますかというような言葉は悪いかもしれませんけども贅沢な悩みになるでしょうでは括弧、えー、番、英語が不得意なので得意な数学の時間には過剰なほど積極的に手を挙げた 僕英語太不得いたってなかなか言えなかったですから英語の時間をじっと当てられないようにしてそして数学の時間をはいはいはいと目立って一生懸命やって数学の時間に英語の文を補っているわけですからこれは保証という作用になってきます括弧六大学に進学したかったのに果たせなかった夢を自分の子供に託した皆さんはご両親に託されていますか これは自分の夢を子供に託すということで、これは代償という規制になってきます。括弧七、病気で寝込んだ時に、まるで赤ちゃんのように母親に甘えるようになった。これは、より未熟な発達段階に後戻りするということで、対抗というものが当たります。括弧八。 授業中に叱られたので休み時間に机を蹴どばした、うん、よくあるかもしれませんねこれは置き換え先生に文句はなかなか言えませんでも先生が言ったことをもっともじゃあどうしようかって言った時に不満はやっぱり残ってますからその不満の吐け口としてこんなことをしたことはあるのではないでしょうか九大学には進学したいが一人暮らしをするのは嫌だこれはどうですか 大学には進学したいという魅力一方一人暮らしは嫌だ大学に入ってしまうと両方同時に起こってしまいますねいいことと悪いことが同時に起こるということでこれは接近回避型のコンフリクトになります1十好きな女の,女の子に冷たく接したこれは皆さんも経験あるかもしれません 好きな気持ちを素直に表現できないのでそれをあえて逆方向になっちゃうんですね好きな子に冷たく接するのはこれ子供バージョン大人バージョンは嫌いな人に親しく接しますから気をつけましょうではここで前半の授業を終わります。